フローチャート画面だよ。サトルくん、ちょっと待ってね。どうぞ。はーい、いらっしゃい。どうしたの？お姉さんに何か用かな？なんとなく？コーヒーを飲みに来たっていうのでもなくて。全然ダメじゃないけど。ちょっと驚いたかな。サトルくん、今までは何かしら理由がないと来てくれなかったから。そんな可愛いことを言われると大歓迎したくなっちゃうな。大丈夫。いつ来てくれたって構わないよ。お、本当にどういう風の吹き回し？サトルくん、攻め攻めだね。あー、ひょっとしてすっごく気にしてくれちゃってる？重たかったら流してくれていいんだよ。そう、それはなんていうか、照れるね。でも嬉しいよ。すごく嬉しい。これからもどんどん顔見せに来てくれるともっと嬉しいね。そんなことないよ。ただちょっとびっくりしただけで。とにかく座って。まさか本当に押しかけてきてくれちゃうなんてな。コーヒー飲むよね。ああ。もう夜だからカフェインは控えたい？部屋ではのんびりしてるよ。単純に好きなだけさ。これだと重要なデータにアクセスできないからね。それでも研究自体はできなくないけど。はい、コーヒー入ったよ。どうぞ、サトルくん。お砂糖とミルクは？あ、フーフーもしてあげようか。
それじゃあまた胸を貸そうか。ふかふかするよ。ごめん、ちょっとテンション上がっちゃったね。私、君が来てくれて嬉しいっていうのを態度で表さなきゃみたいに。サトルくん、私もコーヒー飲んで落ち着かないとだね。うん。え？やっぱりいる？そっか。じゃあ私は使わせてもらうね。そっか、サトルくんは本当はブラック島だったか。前も言ったけど、研究棟にはたまにしか行かないんだ。身分としてはあくまでも学生だし、やりとりなんかはほとんどネットワーク上で済むしね。それに、そもそも私の研究は、中の研究員さんたちとはアプローチが違うし。それを説明しようとしたら、一晩かかっちゃうな。サトルくんが泊まっていってくれるなら喜んで話しちゃうけど。そうだね、残念。だからそれは置いておくとして、そんな感じで行くのは多くてもせいぜい週1かな。そうだね、いわゆる研究所ってイメージ通りのところではあるけど、各研究室にこもりっぱなしの人ばっかりだから、廊下なんかいつもシーンとしてて病院みたいでもあるかな。にしても、ずいぶん気にしてくれるんだね。お姉さん、喜んじゃっていいのかな？ずいぶん意識してくれてるんだね、私の胸。だとしても嬉しいな。はあ、あんなツンツン尖ってたサトルくんがこんな風に私を気にしてくれるようになるなんて。あ、怒っちゃった？ごめん、私また調子に乗っちゃったかな。わあ、そんな顔されると私まで照れくさくなっちゃうな。また壁ドンする？それとも他ドンがいい？相手がサトルくんだからだよ。ほら、特別な仲だからみたいな。
リドルジョーカー。